日本のディーゼル機関車市、日本のディーゼル機関車市では、日本の鉄道において、ディーゼル機関車が、どのように推移してきたかについて述べる。日本におけるディーゼル機関車は、1923年に、堀の内軌道が、馬車鉄道から、動力変更するために、オットードイツ車製ドイツを使用したのを行使とする。ただし、鉱山鉄道では、夕張炭鉱、北海道が、 オットードイツ社製、ドイツの機関車を1914年頃に使用したと、される。国産化は、1927年、新潟鉄工所製に寄稿 35PS のディーゼルエンジンを搭載した8トン機関車を、甘宮製作所で製造したのが最初とされている。下記現金である大日本人造肥料、現在の日産化学工業王子工場の専用船で使用された。 鉄道省、国有鉄道最初のディーゼル機関車は、それぞれ1930年と1929年に輸入された DC10 系、機械式 DC11 系、電気式である。当時最新のディーゼル機関車製造技術の研究のため、同一条件で仕様を変えて製造された各一両が、ドイツから輸入された。後の1935年、 初の日本製電気式ディーゼル機関車として、これの研究成果をもとに、DD10 型が1両製造された。しかし、いずれも技術的に季節で故障が多く、蒸気機関車に比べて性能が劣るため量産には至らなかった。また、貨車入れ替えの合理化を目的として、d b 1 0型が1932年に8両製造されているが、これも出力 50PS 程度で、 現在の貨車移動期に相当するものであり、中作の域を出るものではなかった。これに対し、内務省などの工事用ではマンなどの欧米メーカー製品の採用を皮切りに、燃料費の低廉なディーゼル機関車採用に乗り出す。例がいくつか現れており、それらをデッドコピーした国産品も製造された。また、地方鉄道向けでも、池外鉄鋼所製百五十 p s 級機関を、 搭載して、日立製作所が1931年に製造した、成田鉄道 D1001 系ディーゼル機関車のよう独自に、国産ディーゼル機関車開発を模索する例がいくつか見られた。なお、ガソリン機関車についてはそれ以前から、ドイツや米国などから多数が輸入されているほか、明治時代末期には一部の軽便鉄道で、焼き玉エンジニア、石油発動機を、 動力源とする機関車使用された記録もある。上気以降も昭和時代初期には駅や工場での入れ替え用、あるいは河川改修工事用、森林鉄道用などとして出力30から 150PS 程度の小型機関車が数多く製造、輸入されいる。1937年から液体燃料の統制により軍用などの特殊な例を除き、 内燃機関車は使用することが不可能となり、各地の駅や倉庫内などに放置されることとなった。戦後間もない頃、石炭の供給が極端に不足していたため、国鉄及び一部の私鉄では、電化が進められた。しかし1950年以降、ドッジラインと朝鮮戦争の影響による物価高騰により、電化困難となり、一方で石油の輸入規制緩和が実施されたことから、 ディーゼル機関車に対する関心が強まり、急速に技術が向上し、普及していった。この時、放置されていた、戦前性内燃機関車が再生された例もある。また、大阪の森製作所が手掛けた一連の機関車のように、中小施設向けに蒸気機関車の台枠と車輪を再利用し、台枠の上に、エンジンと運転装置を乗せることで安価に、ディーゼル機関車を製造した事例も見られた。 国鉄では1953年、初の幹線用電気式ディーゼル機関車、DD50 型を製造した。これは新三菱重工業が、船舶エンジン分野で、技術提携していた、スイスのスルザー社の設計したエンジンを、ライセス製作して搭載している。北陸本線、前原鶴ヶ間で使用された。しかし、蒸気機関車に比して、単位出力あたりの重量が重く比力で、 10連運転常用であることや、客車用の暖房装置を設置していないため、客車列車運用には不向きであることなどから、本格的な量産には至らなかった。1954年には、国鉄初の液体式ディーゼル機関車である DD-11 型が製造されたが、機動車用の DMH-17 エンジンと変速機を、そのまま使用しており、出力は低く、 夏季現金の場所での入れ替え用として使用された程度で、やはり本格的な量産には至らなかった。私鉄用の機関車は要求される出力が50から 150PS 程度で、同時代の機動車や大型自動車と多くの部品を共用できた。エンジンも大戦前からの技術向上に加え、太平洋戦争直前に戦車等の軍用車両用として規格化された80、 PS200PS9、東制ディーゼルエンジンの制定や、民生デーゼル工業のクルップ式、KD 型にストロークエンジンなどの開発紙、それらの戦後の一般自動車エンジン転用過程で、製造技術が確立、安定してきたこともあって、ほぼ国産が可能であった。またこの種の経営用途では、変速機も簡易な機械式変速機で十分で、機動車、 自動車用の既存変速機も流用できた。大手メーカーでは、汽車製造が、この種の小型機関車に一時期取り組んで、お、国鉄 DD11 型も、その発展型と言うべきものであった。これに対し、国鉄幹線での使用に強襲る 1000PS 級の、大出力、ディーゼルエンジンは、日本国内ではほとんど実用化されておらず、優れた欧米メーカーのライセンス生産により、 製造するしなかった。ライセンス量によるコスト高や契約による使用変更への制約、そして国鉄自身の国産優先主義などがそれらの優れた性能のエンジンを日本で積極採用することを妨げた。大出力の動力伝達手段も1950年代前半には高コストな電気式採用以外に選択肢がなかった。ドイツでは 第二次世界大戦期にこのクラスの中速、高速ディーゼル機関が U ボート、潜水艦や S ボートなどの高速艇向けに開発されており、第二次大戦後にも民間船舶用や再軍備に伴う艦艇用軍需時を一にして鉄道向けに広く応用された事実があるが、日本の帝国海軍はドイツ海軍とは異なり、機関車に応用の菊船 PS クラスの船舶用エジンは、 対戦末期に64号内燃機関、三菱重工業、ZC707 系が実用化されるまで量産されていなかった。また戦後の純国産設計による鉄道用大型ディーゼルエンジン開発では、当時最も進歩的で開発能力も高かった大型自動車メーカー各社の関与を書いていた。主として、新潟鉄工所や、 新構造機など国鉄と歴史的関係の深いエンジンメーカーが国鉄との協力のもとエンジン設計、生産にあたったが国鉄技術人、メーカー側とも開発力は不十分だった。1956年前後、国内各鉄道車両メーカーがドイツ、米国のメーカーと技術提携を行い 1000PS 級の機関車を試作した。 これらは国鉄が設計に関与したものではなく、各メーカーの独自の設計によるもので、エンジン、動力機構、外観、塗装などいずれもまちまちであった。国鉄では実用試験のためこれらの機関車を借り入れ、営業運行のように供した。これらの多くは後に国鉄が買い取った。その後1957年から電気式の DF50 型が量産された。これもエンジンは、 外国メーカーのライセンス生産品であったが、5年間にわたり100両以上が製造されており、国鉄のディーゼル機関車として初めて本格的な量産を実現させた形式であった。一方、入れ替え用としては DD13 型が開発され量産された。これは戦前の電気式機動車用横型六気筒エンジンの設計を基本としつつ、縦型六気筒として、 再設計し、出力を 370PS、後期型は 500PS とした DMF31S を2機搭載したものである。また、DD13 型を基本に DD14 系、ロータリー式 DD15 系、ラッセル式と除雪作業用の機関車も開発された。続いて1962年からは、この DD13 型の機関を V 型12気筒として拡大再設計試線 PS、あと 2100PS へ強化を得られるようにした DML61 を2筒サイとした DD51 型が量産された。これはエンジンも液体式変速機もライセンス生産ではなく完全な国産である。DD51 系のような観戦用の機関車に液体式変速機を採用する例は、 世界的には異例であるが、その理由は、日本の鉄道路線の多くが幹線でも、許容軸重14トン以下であり、幹線としては、非常に路盤の弱い路線が多いためである。電気式は、通常、幹線用としては最適な方式であるが、重量が増大するという欠点が、日本の鉄道の事情と相入れなかったため、軽量化が可能な液体式の量産に踏み切ったので、あった。 1965年頃から欧米で実用化された 1500PS に 000PS 前後の大出力エンジンを搭載する機関車の研究が日本でも進められた。DD51 型は12気筒 1100PS のエンジンを2機搭載していたが、それよりも 2000PS 級のエンジン1機で同等の出力を賄う方が燃費や保守の面で有利と考えられた。 1966年、ドイツのメーカーとの技術提携により、16機筒 1820PS のエンジン1機を搭載する DD54、型が艦船向けとして量産されたが、推進時クラッカーなど、致命的な事故、故障が多発したことら早々に廃車された。また、1970年には、DD51 系の機関を、 スケールアップして16機投化した 2000PS のエンジン1機を搭載するで50型も試作され、中央再生や白尾線で実用試験が実施された量産には至らなかった。その頃、DD51 系のエンジンを後日で10型と同系の 1350PS のものにした 2700PS 級機関車や、さらに 1500PS まで出力アップして2台搭載し、 三軸台車を二組用する 3000PS 級機関車 DF51 型も考えられていたようだが、どこまで現実味を帯びた計画だったのかは不明である。一方、1966年にはアカン専用として DD51 系の機関にインタクーラ等を付加して、出力を 1350PS にアップしたエンジンを1機搭載するで10型も開発された。これは、 技術的な冒険がほとんどなかったことと、DD51 型と共通部品が多く、互動軸化によって、各軸の軸重を、平線に入線可能なレベルに抑えつつ、入れ替え時などに、重要なブレーキの効きを良しみにでき、さらに一エンジン化で一旦のボンネットに、SG、蒸気暖房装置を搭載可能、それでいて牽引力は大きく取れるなど様々な点で、 従来の DD13 型よりも有利であったことから、事実上試作車なしで大量生産が開始され、DD51 型とともに、昭和40年代の急速な無縁化に貢献した。1972年には、デ10型でさえ入線できない簡易線由来のローカル専用として、DD51 系の初期モデルに搭載されていた線、PS 機関を 800PS に、 デチューンの上で流用した DD16 型も製造されている。DD51 デジュート、その派生形式各社、そして DD16 に共通するのは DML61 系機関の搭載である。つまり、国鉄時代の後半はディーゼル機関車用エンジンは除雪用として細々す外で、あるが199年まで生産が継続された DD14 型に搭載される。 DMF31 系を除くと DML61 系の中速12気筒機関に集約されたということである。その結果、ディーゼルカーのエンジンの DMH17H、DML30HS k への集約と同様に、保守上の効率は向上を見たものの、技術的には明らかな停滞に陥り、その後の欧米で進んだ高速回転。 低燃費の鉄道車両用大出力機関の開発から日本が取り残される結果となった。これ以降は、電化路線の増加や客車列車、貨物列車の減少に伴い、ディーゼル機関車の需要が縮小し、技術的な停滞が続いた。その中でも1976年に製造された、三井鉱山田川工場ナンバー4にや1982年に、 製造された大井川鉄道の DD20 型が、アメリカの大手エンジンメーカー、カミンズ社設計のエンジンを搭載するなど、それまの標準技術にとらわれない動きも見られた。国鉄分割民営化後のディーゼル機関車は、非電化路線の牽引機としての運用のほか、貨物駅では、貨車の入れ替えにも用いられているが、非電化路線の電化や廃止、貨物輸送の縮小、 非電化路線での機関車牽引旅客列車の大幅、減少などの要因が重なり、JR 各社のディーゼル機関車は、以前に比べ大幅に、量数を減らしているのが実情である。なお当期の積雪地では、除雪車仕様の車両が、車齢の高いものが多いにもかかわらず今なお、除雪作業にも用いられている。JR 貨物は、発足後の百九十三年、平成五年に、 技術革新を受けて新しい機器を採用した電気式の DF200 型を開発し、北海道内の高速貨物列車牽引で顕著な実績を上げている。本格的に量産された本線用ディーゼル機関車としては国鉄民営化後唯一の形式である。2010年、平成22年には既存のでュー k ディーゼル機関車の置き換え用にハイブリッド式の入れ替え用機関車。 h d 三百型を、試作、二千十二年から量産を開始した。JR 旅客鉄道六社は民営化後、新たなディーゼル機関車の増備を行っておらず、国鉄時代に製造された機関車のみを引き続き、保有している。二千十年代まで、ディーゼル機関車牽引の定期旅客列車、およびそれに準じる列車としてわずかに残存していた、JR 北海道線内での北斗星。 ハマナス、カシオペアは、その廃止まで国鉄型ディーゼル機関車の牽引で運行され、重量編成での出力不足は、重連運転によって補っていた。2016年3月の北海道新幹線開通までに、これらの列車はすべて廃止された。カシオペアは、定期的な運行の廃止後に、団体臨時列車として運行されているが、その際の北海道口での牽引は、 JR 貨物が所有する DF200 型を借りてこなわれている。そのような状況において、九州旅客鉄道は2013年、平成25年10月より運行を開始した豪華寝台列車、クルーズトレイン、七つ母子院九州の牽引機として導入すべく、九州仕様に改めた DF200 系一両を民営化後発の旅客用ディーゼル機関車として製造した。 こうした JR 各社での動きとは無関係に、これまで DMF31 系エンジンに機搭載で DD13 型と同系の55トン q d 型ディーゼル機関車を申請してきた各地の臨海鉄道などでは21世紀に入る頃からその DMF31 系エンジンの沈黙化が問題となってきた。それまで シリンダヘッドの設計変更による燃料噴射系の直噴化などによってアップデートや性能向上が図られてたがもはや基本設計の急閉鎖を覆い隠せるものではなくなったのである。この問題に対する回答となったのが2001年に日本車両製造で製造された軽陽臨海鉄道 KD60 系であった。同形式では 従来の DMF31 系エンジンに変えて、三菱重工業製の産業用、ハム用ディーゼルエンジンである S6A3TA 型 560PS が搭載されていた。これが高成績を収めたことから、臨海鉄道協議会の標準機関としてこの系列のエンジンが採用されることとなり、以後日本の臨海鉄道各社では、KD60 型を基本とする、 S6A3TA 搭載の60トンから64級、D 型機が申請されるようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。